今人生最大級にね病んでるのかもしれない。俺は取り返しのつかないことをしてしまった。もうサムネとタイトルがなんていうね、元気ないよ。まあそのサムネとタイトル通りなんだけどもさ、9月頃に買ったねこのカメラ、まあこれ付属のレンズもついてるんだけども、基本的に外に行くときは持っていかずに、あの NEX5R のレンズをつけてやってるんだよ。まあそんな感じでこのカメラをね持ってってたんだよ、外出でね。外で撮影するときはまあカバンをね、これのバッグを買ってなかったことが原因だった。時は遡ること11月21日、そう U フェスの日だ。基本的に U フェスのその出演者の、まあ、楽屋っていうの、楽屋にはねこの、まあ、お弁当とかおにぎりとかね、こうレッドブルーとかなんかいっぱいあったんだよ。最後に U フェスが終わった後に楽屋にねレッドブルーがね7本ぐらいね残ってたと。やっぱりそれはさ、飲まないとさやっぱりこうダメじゃない、翼も生やしたいしね。でまあ俺はそのレッドブルーをね無謀にも全部持って帰ろうとした。そうカバンの中にね7本ぐらいねレッドブルーを詰め込んだ。その中にはなこのカメラもいた。察しのいいみんなならもうわかるでしょ、U フェスの後二次会があったんだよ。二次会があってなんかまあみんなでこうお酒を飲んだりとか、まあ立食みたいなのやってたんだよ。帰る時にカバンからこのレッドブルーの異様な匂いをね俺は察知した。まあ嫌な予感はしたよね。普通さレッドブルーってさ缶の中に入ってたらさ匂わないじゃん。それがねブンブン匂うってことはもうわかるの。家に帰ってみて俺はねちょっと恐る恐るバッグを開けたよ。そしたらさどうなってたと思う。カバンの中がねレッドブルーの海になってた。信じられる？レッドブルーの海になってんだよ。今もなおレッドブルーの匂いがするよ。俺はね大丈夫だろうと高をくくって電源をつけてみた。つかなかったよ、つかなかったよ。思った、横着貧乏するほど辛いっていうねあるんだけども、まさにその通りだよ。レッドブルーをな欲張ってたくさん持って帰った結果カメラを俺は失ったよ。それとねもう一つね、あとの原因はねもう一つ、ジェットさんだよ。俺は U フェスの日ずーっと終始ジェットさん言ってたんだよ。顔が合うたびその場にジェットさんがいるんだろうなって察知した時はジェットさんどこって終始ジェットさんってジェットさんを呼んだ。俺はね U フェスの帰り際にジェットさんのパーカーをコーラで汚してしまった。非常に申し訳なく思ってる。多分ジェットさんの呪いだよ。あの時のジェットさんからしたら俺相当うざかったもんな。レッドブルーを大量に持って帰った罰とジェットさんの呪いだよ。あの喉も痛めちゃった、声の調子もおかしい。まさに横着貧乏とジェットさんだ。いくらねかかるかわかんないけども絶対にこいつを直して復活させるから、もしこの動画を見て同情したらグッドボタン、同情しなくてもグッドボタン、チャンネル登録お願いします。本当にね正直結構ねショックでかいよ。